んにちは、ランニングアドバイザーの湊です。今日はこちらのエアズーム店舗ネクストパーセントをご紹介します。こちらのエアズーム店舗ネクストパーセントはアルファフライネクストパーセントというナイキ史上最速のシューズのイノベーションを取り込んだシューズになっています。シューズの細かいご紹介をいたします。アルファフライネクストパーセントはエリートランナーのレース用のシューズですが、こちらの店舗ネクストパーセントは耐久性をそちらよりもアップさせて、より一般のランナーでもレースとかトレーニングで使えるようにしてくれているシューズになります。まずその耐久性、どこで耐久性を出しているかをご紹介します。アルファフライネクストパーセントは前面にズーム X といって、まあ、反発がいいちょっと柔らかい素材を使っているんですけれども、このテンポネクストパーセントはかかとの、まあ、一番衝撃を受けるような部分を、この下の部分ですね、下の部分をリアクトフォームにしています。リアクトフォームはとても耐久性が良くて反発性も良くて軽いという、とてもバランスのいいクッション材になります。でここがしっかりしているっていうのと、あと裏のラバーです。このように大きな面をラバーが覆っていて、結構厚めにラバーが覆ってくれているので、この道路とのすり減りがあると思うんですけれども、こちらにも対応しているシューズになります。次はプレートについてお話しします。プレートはこの部分に入ってるんですけれども、トレーニング用のシューズとしてはナイキの中では初めてプレートが入っています。どんなプレートが入っているかというと、アルファフライネクストパーセントはカーボンの強い硬いプレートが入っているのですが、そういったプレートを使いこなせる人はごくわずかなので、このプレートはナイロン素材の複合素材のプレートが入っています。カーボンプレートのような硬い素材ですと、エリートランナーのような足が強い方でしたら長い距離を走っても足が持つんですけれど、私たちのようなランナーだとすぐ足を壊してしまうので、こういった少し柔らかいプレートが入っていることで足の持ちを長くしてくれています。次はこちら、エアポッドについて説明します。テンポネクストパーセントにはアルファフライネクストパーセントと同じように1つ2つのエアポッドがついています。このエアポッドをよく見てください。この中の繊維があると思うんですけど、この繊維が力がかかった時にたわんで、それで戻るっていうところで反発力が生み出されています。ギュッとちょっとたわんで戻るっていうところがわかると思います。次にアッパーのご紹介をします。アッパーはもう本当に薄い裏地もないフライニットになってます。こう手を入れてみると、もう手が見えるんですけど、見えますか？で、フライニットではあるんですけれども、つま先の親指のところとかこの小指のところまではしっかり補強が入っているので穴は開きづらくなっています。あとはこの辺りの編み方もこの辺りとは違うようになっていて、結構この甲のところも柔らかく当たるようになっているので、ここにクッションが入っていなくても特にこの靴ひもが当たっていたいっていうこともなくできています。履いてみた感じは本当にシューズと一体感が高まるような感じがして、今までのフライニットよりもこちらが私は好きだなと思いました。あとかかとの部分のお話します。かかとのところ、この内側にクッションが入っています。結構しっかりとしたクッション入ってるんですけれども、これがかかとが抜けるのを防止してくれるので安定感があるなと思いました。今まで私もズームフライとか履いたことありますが、そこだとちょっとやっぱりかかとが抜けちゃうのが気になっていて、スピード出した時もやっぱり気になっちゃってたんですけれども、今回履いてみてこのかかとのクッションっていうのがすごくいいので、ズレが気にならなくなりました。でこの
中足部の部分、フライニットだけではなくて、こういったスウェード素材が中足部をしっかりと支えてくれています。薄い素材なんですけれども、これが本当にしっかりと包んでくれる感じがして、私この感覚がすごく好きです。こうやって透かしてみると分かると思うんですけど、こんなに薄いんですけども、中足部のシューズにとって一番大切なフィットの部分はスウェードでしっかりサポートしてくれているっていうのが分かると思います。はい、今ズームフライ3とテンポネクストパーセントを一緒に履き比べてみてます。でこの履いた感じ、アッパーの感じは、テンポネクストパーセントの方が前のここの部分結構広い感じがします。なので、まあ、今までちょっとズームフライだとちょっと狭いなっていう方とかでもちょっと広い感じなので履きやすいんじゃないかなと思います。で、まあ、横から見てみると、ズームフライはこういった風にスプーン状にプレートが入ってるので、こう前にやった時にコロンっていう感じがします。それに対してテンポネクストパーセントはこう着地した時に安定感あるなっていう感じがします。前にコロンっていう感じはないんですけど、こうつま先のこの部分に乗ったらそのまま追い返してくれる感じがします。かかとの部分のなんか安定感っていうのは、ぐらつき方っていうのはこちらの方が少ないなっていう感じがしますね。かかとの抜け方はやっぱりこっちの方が吸い付いてきてくれる感じがします。こちらちょっとずれる感じがしちゃいます。この靴紐のところ、終わりの部分がここの部分とここの部分でちょっと差があるんですけど、この辺で終わってくれると本当に私は気持ちいいなっていう感じがあります。この曲がるところを妨げない、ここが一番広くなるんですけど、そこで妨げないので、こちらだとちょっと前に素材が硬いところが残ってて、ここがちょっと気になっちゃったりするんですけど、気持ちよく切り出せる感じがしますね。実際にこのシューズを走って、私はジョギングから結構ペースの早めのキロ3分台ぐらいまで走ってみました。とても推進力があるシューズなので、あのキロ5分よりもかかるようなジョグだとちょっとあの使いにくいな、バタバタしちゃうなっていう感じがありました。ただ4分半よりも早く走っていくと、もう足を置けばどんどん進んでいくっていうような感じがして、とても面白いなと思いました。一番初めにこのシューズを履いて走った時に、私はうまく走れなくてもどかしい感じがしました。このところに乗ったらいいのか、グンと押したらいいのかっていうのがよくわからなくて、頭がこんがらがる感じがしたんですけれど、ただその時感じたのが、スピードを上げると気持ちよく走れるっていうことだったので、これを使って速く走る方法を見つけられれば、もっと自分が速くなれるんじゃないかなっていうふうに思うことができました。でそのためには今の走り方を少し変えていくっていう必要もありますし、しっかり体幹をぶらさないように前に進めるようにトレーニングも必要だなと思いました。皆さんもいろんな走り方のランナーがいると思うんですけれども、どんなランナーの方でもこのシューズ履いてみて速く走れるようになりたいなと思って、まあ、練習して考えてっていうことができたら、すごく面白いシューズなんじゃないかなと思います。ランニングって個人競技なので、自分の速さとか走り方は結構分析される方が多いかなと思います。私もそれが楽しくて続けているっていうところがあるんですけれども、そういった探究心をくすぐられる一足なんじゃないかなと思います。何回かこのシューズで走ってみたんですけれども、昨日はジョギングの後に流しのようなイメージで 1000m ちょっと力を抜いて走ってみました。そしたら力を入れなきゃいけないんじゃないかなって思ってたんですけど、力を抜いてピッチを上げていくことでスピードがすごくスムーズに上がっていくような感じがしました。
ちょっとこのコツをつかんだので、私はその路線でちょっともうちょっと速くなる方法を見つけていきたいなと思ってます。その時はだいたい1キロ5分ぐらいでジョグをして、で最後3分半を軽く切るような、1キロ3分半を軽く切るような感じで走れたので、しっかりアップをしてペース走とかをすれば結構速く走れるんじゃないかなっていう感覚になりました。テンポネクストパーセントには紐の締め方が違う2種類のシューズがあります。こちらが通常の紐タイプですね。それに対してこちらフライイースといって、ペガサス37とかにもあるんですけれども、靴紐が結べない方でも簡単に履けるっていうシューズなんですけど、こちらまずステップっていうところで、ここがこう靴のかかとって本当はしっかりしてなきゃいけないんですけど、ちょっとこういう風になっていて、スポッと足が入れられるようになってます。でこう入れた後はしっかりこういったクッションがあるので締められる状態になってます。それからこう足を入れた後ロックで引っ張ることでしっかりここが締まる、で履けるっていうシューズですね。でこちらをリリースっていうところを引っ張ってあげることで緩んで脱ぎやすいっていうようなシューズになってます。ではこのエアズームテンポネクストパーセントのおすすめの方をご紹介します。やっぱりエアポッドが入ってとてもスピードレベルが高い方向けのシューズになるんですけれども、そういった方の長く走るトレーニング用、または一般のランナーにとってはこちらでレースで走るっていうのもいいんじゃないかなと思います。先ほど言ったように探求心を持って自分の走りとこのシューズと向き合っていくことで自分の最速のタイムっていうのが出せるんじゃないかなと思います。やっぱり4分半よりも速いタイムとかで走っていくととても気持ちいいので、そういった方にはぜひ使ってみていただきたいなと思います。フルマラソンは3時間半から3時間切る方まで使えるんじゃないかなと思ってます。あと私が個人的に思ったところなんですけど、このズームフライって先ほど比べてみてここがちょっと広いよっていうお話をしたんですけれど、ここがちょっと広いことによってちょっと動く感じもあります。なので私は動きにくいように裏がナノフロントという滑りにくい素材になっている靴下を履いて使うっていうのがいいんじゃないかなと思います。よく滑り止めのボツボツがついていたりするとする靴下もあると思うんですけど、そういった靴下だとちょっとこのエアポッドの感覚を直に感じられないかなって思うんですけど、こういったもう一体型の滑り止めの靴下を履いてあげると靴と足と一体感が高まるので、よりスムーズにスピードを出せるんじゃないかなと思います。このエアズームテンポネクストパーセントを履いて皆さんの自己ベストを目指して頑張っていきましょう。